マルコによる福音書、マルコによる福音書、マルコによる福音書は、新約聖書中の一書のヒエロニムス以降、伝統的に新約聖書の関東を飾る、マタイによる福音書の次に収められ、以下、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書の順になっている。執筆年代としては伝承で、ペトロの殉教の年といわれる65年から、 ルカ福音書の成立時期である80年頃の間であると考えられる。マタイによる福音書、ルカによる福音書と共に共感福音書と呼ばれ、4つの福音書の中で最も短い。呼び方としては、マルコの福音書、マルコ福音、マルコ伝などがあり、ただ単にマルコと言われることもある。マルコによる福音書本文からは、 成立年代を伺わせるものはほとんどない。本文の中で小目四六と言われる箇所13、1から2を期限70年のエルサレム陥落と結びつけて70年以降の成立見るのが伝統的な解釈であった。しかし現代の聖書学者たちは、ルカやマタイの神殿予言とも比較した上で、マルコ福音書の成立年代を70年から73年頃に確定することは、 難しいと見る。現代で主流となっているのは65年から70年頃の成立という説である。他にもそれ以前とかそれ以降という説もあるが、少数意見にとどまっている。マルコによる福音書以下、マルコ福音書本文には著者を同定する手がかりは何もない。しかし、2世紀のパピアス以来、第二福音書、マルコ福音書の著者は、ペトロの通訳を務めた子で、 ペトロからイエスの生涯について聞き取ったマルコであるとされてきた。もしこの伝承が史実なら、マルコはイエスを直接知る人々からイエスについての証言を聞いたことになる。なお、パピアスの資料は現存しておらず、カイサリアのエウセビオスの以下のような引用によってのみ知られている。エウセビオスの引用をよく読むと、マルコの記録したものは単なるイエスの言葉などであって、 決して福音書のようなまとまったものでなかったことがわかる。この記述からはマルコが福音書を書いたということを結論することは難しい。2世紀のアレクサンドリアのクレメンスから20世紀前半に至るまでマルコ福音書がローマで書かれたというの定説であったが数十年の間に疑義が呈され現在ではおそらくシリアのどこかであるという説が有力になっている。ローマ説の根拠は マルコ福音書のギリシャ語にラテン語の影響が見られるとであったが、それはローマ帝国内であればどこでも言えることである。それ以上にパピアスの言うマルコが誰なのかということがよくわからないという問題がある。ペトロの第一の手紙5時13分でも協力者、マルコについて言及されているが、マルコというのは一世紀では非常にありふれた名前だったのである。マルコによる 福音書では、ガリラヤの地理に関する記述で、混乱や誤りが見られる。これは著者あるいは著者に情報を提供したものが、ガリラヤの地理に明るくなかったことを意味しており、その点でもペトロの情報を元にしたとは言い難い。また、もう一つの根拠であったローマでのキリスト教徒への、迫害との関連でも、迫害は散発的にローマ以外でも起きていたため、根拠にはなりがたい。結局、 マルコ福音書の著者が誰で、どこで書かれたのかということに関しては何だ決め手がないのである。伝承では、マルコ福音書は、ラテン語を母語とするヘレニストの著者によって、ローマ帝国内のギリシャ語話者を対象に書かれたと考えられてきた。その理由として、ユダヤ教の習慣が非ユダヤ教と向けに解説されていること、例えば七、一から四など、 アラム語の単語に解説が付けられていること。また他の福音書には見られないラテン語的なギリシャ語表現が含まれていることなどであり、これらのことから、マルコ福音書の著者はギリシャ語を外国語として用いたと考えられてきた。著者がヘレニストであるということは、文章表現だけでなく、文章の内容からも推察できる。例えば、サンヘドリンが陰謀を巡らして、イエスに罪を規制。 処刑に陥れたというくだりは後世において、反ユダヤ主義の論拠として利用された。また、ファリサイ派を徹底的に悪者として描く筆致からも、明らかに対象が非ユダヤ人、もしくはヘレニズムの影響を強く受けた、アレクサンドリアなどのユダヤ人などであることがわかる。さらに、マルコ福音書の著者は、他の教官副音書と同様に、旧約聖書を70人約聖書から引用している。 ただ、上記のようなことから、マルコ福音書が単純に反ユダヤ的色彩を持っていると言い切るのは単純すぎる。福音書の中でイエスの姿は伝統的なユダヤ教の救世主観に沿って描かれている。マルコ福音書を分析すると、もともと口述されたものであったことを伺わせる部分がある。例えば、すぐにイプシロンシータ。 ユサスという言葉が42回使われているが、これは他の福音書ではあまり見られず、ルカデン7回、ヨハネデに4回に過ぎない。すぐにという表現は、ギリシャ語に特有の過去のことを現在法で記述する歴史的現在という用法と関連が、あ、交互表現の顕著な特徴である。また、再び、パリンという言葉も話をつなぐために使われることが多いことや、 読者は理解せよという13章14節で突如、現れる著者からの呼びかけどからももともと講述されたものを記録したものであると思わせる表現は多い。現在の福音書研究者の間で主流となっている学説は、に資料仮説と言われるものである。これは、現在のマタイ福音書とルカ福音書が共に、マルコ福音書及びイエスの言葉資料。 旧史を元にして書かれたという説である。そこで起こるのは、では、マルコ福音書は、旧史料を参照しているのか、という問題である。もともと、旧史料というものの存在が想定されたのは、マルコ福音書にない記述で、ルカ福音書及び、マタイ福音書にはあるイエスの言葉の資料をどう考えるかということからであ。そう考えると、マルコ福音書は、旧史料を参照している。 可能性は低いことになるが、研究者によっては、マルコ福音書の中にも、旧資料の影響を見ているものもあり、現在でも議論が続いている。マルコ福音書には、他の特徴とは異なっていくつかの特徴が見られる。以下に主なものを挙げる。古代から中世に至るまで、1、十二使徒の一人マタイが著者であると信じられてきた、マタイ福音書に、圧倒的な権威が置かれたこと、2、 内容の充実しているマタイ福音書を要約しものがマルコ福音書であるという説が教会に浸透していたことなどの理由から古代以来最も簡潔な内容であるマルコ福音書は聖書研究の上で軽視されがちな傾向があ。しかし、マタイ、マルコ、ルカの教官福音書のうち最初に書かれたのが素朴なマルコによる福音書であるという マルコ優先説をカール・ラハマンが提出1835年して以来マルコ優先説がプロテスタントの中でも高等批評の立場に立つ聖書学の主流を占めるようになり共感副音書の中で最古の重要資料であるという認識がされるようになったさらに先のマルコ優先説をもとにマタイ福音書及びルカ福音書が共に マルコ福音書と仮説上の旧資料の二つを基礎資料として利用したという二資料仮説が現在では主流とったがこの立場からもマルコ福音書を旧資料と並ぶ最古の資料の一つとして研究上重要な資料とみなすことに変わりはない現在はカトリックやプロテスタントの中でも高等批評の立場に立つ聖書学者の間では二資料仮説が 主流となっている。こうした議論を踏まえ、イエスの歴史的実像を文献学的に追求しようとする指摘、イエス研究においても最古の資料であるとして重要視する研究者も多い。もっとも、マタイ福音書のアラム語版の存在を仮定し、マタイが先行する福音書であるという旧来の説を補強し続ける研究者なども少数派ながら存在し、今なお、 マルコ優先説に対して批判が試みられ続けている。マルコ福音書には、いくつかの重要な本文批評上の問題がある。現在の本文批評においては、16、8で終わっている、写本群が数種の有力で良質な古写本を含んでいること。さらに、長い末尾も、短い末尾も、独自の内容を持たずたの福音書の結末部分から、 後の第二作成及び付加されたと推測されることなどから、写本がルフする以前は16、8までが、マルコ福音書の元来の本文だったとするのが最も有力な説である。しかし、16、8で、福音書が終わるとすると、書物の決備の文体としては唐突な印象になることが否定できないため、著者の順教などにより、福音書が未完に終わったとする説や、 写本流布の前に著者の原稿が損傷し、結末部分が失われたとする説、さらに結末部分としては一見不釣り合いな唐突な終わり方こそ、マルコ福音書の著者の本来の意図であると主張する学者など、森、各種の議論が行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。